カピバラ系女子、桃花さんからいただきました。カピバラ系女子、桃花さん。はい。はい、ありがとうございます。カピバラすごいな。大輔さん、信長さん、フリフリです。フリフリです。姉ちゃんのキャラソン、はい、水中飛行論における多角的アプローチでたびたび叫んでいるところがあったのですが、はいはい、あの理解できないとか、はい、あの、はい、なるほどとかありましたね、はい、の部分、はい、あれはもともとそういう風にするようにとのこう指定が入っていたのでしょうか、それとも大輔さんのアドリブだったりするのでしょうか。初めて聞いた時からあの叫びがものすごくインパクトがあったので教えていただけると嬉しいですとのことでした。ああ、どうでした。ありがとうございます。もともとは普通にちゃんとこうメロディーがついている、はい、理解できないとか、うん、感じだったんですけれども、はい、なんかちょっとやっちゃえってはいはいはいやっちゃったらそれいただきですみたいな、すごいなりました。それはあれですか、平川さんが例えば最初に持ってったものでやっちゃおうかなと思ってやられたのか、それともスタッフさんからの指示でちょっとやってみても大丈夫だよっていうのを聞いてやってみたのか。なんか、はい、1曲目は割とこう、はい、クールな感じに仕上げていただいたので、はい、2曲目はなんか思い切ってこう彼のいい部分を出していきたいなって思ってた時に、はい、その歌のディレクターさんとかと話してたら、もうちょっとキャラクターの、うんうん、あのイメージをどんどん出していきましょうっていうような話になったので、じゃあって言ってやってみてあとはなんかこう何回か、はい、まあ、練習したりとか収録する時もこう、うんうん、テイクを重ねたりとかしていく中 で、 で、ね、あの普通に歌ってたところもちょっとこういじってみるとか、まああとなんかアップアップアップって言ってるところも、はいはいはい、あの歌詞のところには普通に UP のアップって書いてあったんだけど、うん、これって溺れてんすかねって話になって、はいはい、最初は普通にアップって歌ったんだけど、ちょっとあれちょっと待ってください、これもしかして溺れてんすかねとかっていう話をしだして、ああそうかもしれないっていうこうディレクターさんがそうかもとかって言い出す。ちょっとそっちでやってみましょうかみたいな。で、ちょっと溺れてる風に、はいはい、やった結果も大成功。溺れてアップアップしてて、はい、アップじゃなくてアップアップしてるみたいな感じの風なこうやってみたりとか、はいはい、そうやってなんか遊び心満載でこうみんなでワイワイ言いながら作った。あ、基本的にはどこで何を出したかはアドリブです、はいはいはいじゃあ準備をしつつ、あの現場でもうまさに現場で作っていったアドリブ含めてっていう曲、うん、そうですね、はい、あれですよね、フリー の、 あの歌のスタッフさんもノリノリじゃないですか、はい、うんうん、そういうのもだから平川さんが例えばこういうのやりたいんですけどとかこう思うんですけどとかそういうアップアップとかやったらいいですねやりましょうってあの基本乗っかってくださいますよね、うんうん、そうそうすごいそのこっちの意見をいろいろと組んでくださるので、はい、楽しいですよね、やってると。その結果この素晴らしい人気曲がいや楽しかったですよ。でも僕なんかこういう、はいはい、なんて言うんだろう、なんか歌なのかセリフなのかみたいな感じの曲あんまりやったことがなかったのですごい楽しかったですね。なんか自分の中でもこう新境地的なああこういうのもありだなみたいな、新境地だったんですね、うん、でもあまりにもなんかもう素晴らしい出来だったんであすごい 今接待されてる。俺接待じゃない接待じゃない、いやだってこれあの視聴 PV みたいのが出た時から、うんうん、インパクトが半端なかったですもん。そうそうですよしかもあのそれまでの、うん、結構あのはるかとか、うん、まことは割とそのカップリングの方も、うん、こう歌って感じでやってたんですよ。あ、はいはい、セリフとかもほぼなくて、はいはいはい、であのなんていうの、こんなにザ・キャラクターソングってそれこそ、うん、キャラクターっていう感じの歌じゃなかったので、うん、もうなんか衝撃でしたよね。きたーって、姉ちゃんさすがーって。あー、それは